今回一応10%が決まったとそしたら、また経験税率だと。で、まああぐらさんいろんなところに経験税率についての問題点も指摘されてるんだけど、ちょっとこの問題点はまあちょっと一旦後で置くとして、とりあえず今回10%にするっていうことについてはあの一定の評価はされているんですか。ここでもし上げないとどういうことになるかというと、あの実は昨日もあの内閣府があの経済財政の まあ予測のシナリオを出してましたけども要はあのざっくり言えばあのかなり高成長したケースでもその2020年度にえまあ政府が目指しているまあその基礎的財政収支という言葉がありますけれどもこれをまあ黒字化することはもうできないというふうに言ってるわけでそれを黒字化すると言ってるわけですよね。まず前提条件として 2017年4月の増税があるのでもしここで増税しなかったら何が起こるかというともう完全に財政の高が外れるという姿になるわけですよ。あのこういうい理由でね あのそれほど心配しないそんな破綻なんていうことは心配しなくてもいいんじゃないか論っていうのが結構、まあ、まだ幅を利かしているように見れるんだけど要するにもう先ほど最後に説明したみたいにですね、うん、もう本当に政府が増税もできなくて、うん、それから歳出カットもできなかったらば、うん、まあ財政法では一応あの基本的には禁止されてるけれども、うん、議会の了承を得られれば あの日本銀行に国債を引き受けさせて、お金を調達できるっていうふうに、まあ、書いてるわけですよね。で、これやっちゃえば、一応お金は調達できるわけですよね。ただ、何が起こるかというと、金融政策だけの効果じゃなくて、実際にそのお金をチャージして。財政政策でお金もでいくので、まあ、インフレーションになりますっていう財政インフレになります。これ、あの、小倉さんの、あの、書かれた記事、論文の中からですね。こういうの。 その用意させていただいたのでちょっとこれをまあ要するに軽減税率がなぜまあ良くないのかえまず前提として10%はとりあえずまあ足りないか足りるかはまたちょっとあとに譲って一応それは OK だとで。でその上でででもここで軽減税率を 特定、えー、のものに認めたことに対しては、えー、非常に反対であるとそそのちょっとあの根拠ですねそこをお願いし低所得者の人たちにかなり恩恵がいって、うん、その負担感を解消するような仕組みになっている必要があるんですけれども、うんまあ、はっきり言えば軽減率はそういうふうになってないっていうてい、ね、非効率だでそれはもう理由は非常に単純で、うん、あの例えば肉をこう、まあ、食材で考えた場合ですね え高所得者の人でまあ場合によってはステーキみたいな肉ありますよね一切れ1万円みたいなやつとかですね。で,すね <laughs> で場合によってはもうバラ肉みたいのでまあ1,000円みたいなのもあるわけですよ。でこーセン2%の軽減税率でを8%に水泳をいて10%だけね。でどれぐらい減税されるかっていうのを見たら1万円だったらもう1万円かけン2ですからまあ200円減税されるわけですよね。でも1,000円のバラ肉だともう20円しかないわけで。 これどっちにお金配ってるかっていうとむしろ所得が高い人に多くの減税をあげていると、まあ、そういう仕組みになっているので非非常に非効率ですよねまだまだ世の中のパーセプションとしてはね無駄が多くていくらでも切れんじゃないのっていう感じがまだまだあ,のあるんだと思うんですよ増税には断固反対だししかももっと切れるだろうってうでここがあの、まあ、もちろん細かい話でいっぱい無駄もあると思いますおそらくねでも、えー、もう少しマクロなレベルで見ると実は。 えー、そんなに切れないばかりか日本が実は歳出は、えー、先進国としてはむしろ OECD の中では一番低い方だだという話そこをちょっとあの説明していただきますがそあの切る、まあ、細かい無駄を切るのはともかくとしてそんな大きくバサッと切れない状況にあると考えられれる理由ですねですこれ予算ベースなんですけどい大体直近に116兆円ぐらいちょっとここにあの数字があるの分かりますかね。うん、これあの予算ベース で10年前どれぐらいだったかっていうとここにその数字書いてあるんですけれども大体、うん、いい90兆円ぐらいなんですよ90兆、うん、だから大ざっぱに言うと10年間で大体いい26兆円の量、うん、1>, 1年間の平均だとですね大体2.6兆円これ消費税1%増税する限定に同じぐらいのスピードなんですよねちなみにあの過去上だったのかって話があるんですけどちょっと前は実は110兆円だったんですでそれから10年前に遡ると、うん 実は84兆円だったんですねでそれもやっぱり26兆円伸びてるんですよ10年間、まあそういう形になってでさらに言えばあの今度どうなるかってことなんですけども今直近のこの社会保障給付費があってこれ2020年とか25年で書いてありますよね実は医療介護だけ見ても今だいたい医療介護費っていうのが合わせると50兆円ぐらいあるんですよで厚生労働省の推計が正しければなんですけどもその場合 じゃあ2025年医療と介護どれぐらいに膨らむかっていうと75兆円になる時点ですよね10年間でやっぱりその1年間で平均的に見ると大体2.5兆円なんですよ、うんうん、だからこの傾き変わらないっていうことですよねでそれだけのスピードで伸びてるものがあると、うんうん、それがさらにかなり国の保守的な見積もりでっていうことねそうですだからこれをちゃんとコントロールするっていうことを考えないとこの問題解決しないっていうことですね、うん これ岩井勝久さんが以前新聞でも書かれておられたけれどもあの未来に隙を回すっていうのはあの僕たちと一方的なコミュニケーションしかできないつまり向こうから反撃できないようなそういう、まあ、弱者にあの負のまあリソースを移転するっていうことなんですよね。で,ねねでこれは倫理的に許されるのかっていうふうにね岩井さんは提起しておられるけれども、まあ、許されないでしょうね。うん 今日本で10、まあ十パーにするって言ってもね、これ選挙大変、大変そうだって言われていて、今回。それこそ、そのそれを伸ばすっていうことを、あの国民に図るような形で解散すれば、むしろ大勝ちして。逆に憲法改正できるんじゃないかっていうふうに言われているようなところっていうのは、これはもう一とに政治的な問題だっていうことになるわけですか。やっぱりこれ、あの、普通の、まあ、例えば自民党もですね。まあ、過去だっていう、高度成長期を作った。例えば、池田、うん。早田,田さんが作ったモデルみたいなところだと思う。と やっぱりそのまあと岸内閣とかいろんなありますけどあの経済成長で増えたパイでそれをこう配ってでまあこう支持率を上げてでそれを例えばそのいろんな安全保障とかいろんなところで使ってえまあちょっと英語で言うとあれでポリティカルキャピタルっていうか政治的な資源がこう支持率が落ちるっていうそれでまたこうまあ受けがいい経済政策をして。 でポリティアキャプテルを稼いでい経済で稼がないとキャピタルをポリティででこの循環を作ってたんですけど、うんうん、やっぱある時からこの循環があのうまく回らなくなったんだとでそれは一つやっぱり経済成長率が低下して低成長になったことによって配分するパイがなくなくったとっいうことですよ、ね、で,でも配分するパイがなくなったんだけどもまだいくつか資源があったんですよね。でその将来世代からお金を引っ張ってきて。 分配するっていう仕組みだったん。うん、それが借金、もしくは最近でやってた、また一日本銀行の量的して緩和も。先送り政策ですよね。ですよね、うんまあ、で,すねでそういう形でポリティカルのキャピタルをチャージして。うん、おそらく、その、まあ、安倍総理どう考えてるかわかんないんですけども。<や>例えば、憲法改正とか、安全保障、うん、まあ、教育関係とかですね。うん、まあ、そういうところに、こう、ポリティカルキャピタルの資源を割いていくと。うん、で、おそらく、次の参院選とか、衆院選とかでも。うん そのまあ、例えば増税先送りすればこれまあ,ある種国民の負担は一瞬免れるわけですから、まあ、支持率が上がる可能性もあるわけですでここで得られたキャピタルを、まあ、場合によってはそ憲法改正とかいろんなところに使っていくっていうような循環を考えているのかなっていうふうに思うんですよね。うん